今ね、4時52分ぐらいかな。はい、またもや JR 高槻に来ております。18切符の旅夏2021夏、今回5回目になります。これで最終でございます。今回どこ行こうかなと思ってるのは、実は金沢まで行こうかなと思っております。まあ、金沢ね、結構ね行くことは多かったんですけど、なかなかゆっくりできなかったんで、とりあえず金沢行ってですね、美味しい海鮮でも食ってですね、帰ってこようかと思っております。まあ、とりあえずそんな感じで、行ってきます。今回も東に向かう感じなんで、東に向かう感じ、はい、もう電車止まってます。はい、4時58分発の京都駅で行きたいと思っております。はい、寝てるちゃうかな、俺ずっと眠いっすよね今日。はい、ということで行きます、行ってきます。10時ちょうど、Just please give me a call. Bye. I'll be stuck in my head. Think I need to escape.
どうも、しおみんでございます。今まだ3時半くらいなんですけど、金沢駅に帰ってきております。というのもですね、施設という施設は全部ね、コロナで休館になっております。外部にあるはずの兼六園とかですね、金沢城とかですね、お城関係も全て休館になってますので、ご飯食べた以外ですね、ほとんどやることもないので、早いですけどそろそろ帰ろうかなと思っております。ということでですね、今回あの青春18切符で、行った旅、プレーに行きました。城崎温泉行きました。仙台まで行きました。直島行きました。で今回金沢でございます。まあね、12,050円かでですね、こんだけ遊べれば本望かなと思っております。はい、はい、この後ですね、来週くらいからちょっと自転車バージョンでですね、旅動画もお送りしようかと思っております。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。